皆さんおはこんばんちは、妙見チャンネルの妙見です。そしてアノニマスです。はい、はい、というわけで2020年、令和2年1月28日火曜日今日は何の日、行くよ、レッツゴー。衣類乾燥機の日。日本電気工業会が1994年の平成6年に制定。1と2と8で衣類ふんわりの語呂合わせらしい。また無理やりな、すごいですね次、宇宙からの警告の日。1986年、の昭和61年のこの日にアメリカのスペースシャトルチャレンジャーが打ち上げられた。チャレンジャー事件ね。はい、そういうことです。発射74秒後に爆発して、乗組員7人が全員死亡。作家の大江健三郎は、この治療棟っていうの小説の中で、この事故を宇宙医師からの警告、宇宙の医師と表現してる、ということです。はい、3つ目、逸話の日。逸話、これまた語呂合わせ、128でい、まあこれは分かるかな、いで2で8で和だから、世の中にあまり知られていない逸話を語り合う日。まあ、まさにそうしてるよね今、逸話語ってるよね、ということです。はい、誕生日いきます。はい、俳優の米田亮、フランス大統領のニコラ・サルコジ、一時期すんごい有名になったよねこの人。サルコジさんね。はい、俳優イライジャ・ウッド、はい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 、ロード・オブ・ザ・リングだ。歴史いくよ。はい、岩崎俊也、アサヒガラスを創業した人、現 AGC を創業した人です。以上で、アニメいくよ。アニメまた出てはデュラララ、出て平和島静雄、あの怪力のお兄ちゃんね、金髪のバーテン服つけてる。以上、1月28日誕生日の方、おめでとうございます。バイバイバイ。